3分でわかる入試シリーズ、プレゼンテーション入試のポイントです。従来型の面接、学力試験では測ることが難しいコミュニケーション力、論理的思考力、学びに向かう意欲などをプレゼンテーションにより評価する入試となっています。プレゼンテーション入試には、経営学部の探究活用入試、そしてスポーツ科学部のスポーツプレゼンテーション入試の2種類があります。プレゼン入試はそれぞれ自分で設定したテーマに基づき8分から10分のプレゼンテーションを行ってもらいます。経営学部では成績優秀者、スポーツ科学部では合格者全員に学業特待生 S から C のいずれかを付与されるのも大きな特徴になっています。プレゼンの力をつけるだけではなく、特待生になることもできる入試となっています。経営学部の探究活用入試では、高校等での探究活動で学び得た力を活かし、自身で設定したテーマに基づき、取り組み内容や課題解決方法について、経営学部の学びや将来の目標と結びつけながらプレゼンテーションしてください。一方、スポーツ科学部のスポーツプレゼンテーション入試では、スポーツ競技や運動の技術、やり方のテーマを自分で設定し、テーマに沿った技術、方法の実演を必ず加えながら、動画やスライドなどの資料を用いてプレゼンテーションを行ってください。選考方法は200点満点のうち、プレゼンテーションが140点と7割を占めます。プレゼンをしっかりできるかが合格、そして特待生になれるかを大きく左右しますので、繰り返し準備するようにしましょう。プレゼン入試に合格すると、成績に応じて学業特待生 S から C の資格を付与します。学力試験以外にも、プレゼンの力を活かして特待生になるチャンスです。学部により重視するポイントは少しずつ異なりますが、基本的な内容として、テーマ設定、発表の根拠となるデータの収集、資料の作成、話すスピードやアイコンタクトなど、このようなポイントはしっかりと押さえ、練習を繰り返しましょう。プレゼン入試を行う目的として、静岡産業大学は実学教育を特徴としています。入学後にいろんな学びの機会を用意していますので、積極的に参加してくれる意欲ある皆さんを求めています。ゼミ活動や地域などで先生や仲間と一緒に様々な経験を積み重ねていくことで、社会に出てからも役立つ問題解決能力を身につけていくことができます。プレゼンをやったことがなかったり、資料を作ったことがなかったりと不安な人がいるかもしれませんが大丈夫。夏休み中にプレゼンの基礎を一からお伝えするプレゼン講座を開催します。スポーツ科学部は岩田キャンパスで、経営学部は藤枝駅前サテライトキャンパスで行います。昨年もこのプレゼン講座に参加した受験生の合格率は高かったので、ぜひ参加してプレゼン力を身につけましょう。以上、プレゼンテーション入試のポイントでした。